あなたと私の恋物語。はい、というわけで今回はアホちゃんという方のエピソードを読んでいきます。はい、じゃあ早速読みますか。あなたと私の恋物語。私の名前はアホちゃんです。中学1年生です。名前やばいんだよな。今日も学校だな。はあ。お母さん、行ってきます。ざわざわ、なんだ、めっちゃ強そうな女いるな。キンコンカンコン。あ、ざわざわって別になんか起きたわけじゃなくて、普通に教室でみんなでざわざわ遊んでたってことか。おい、お前ら座れ。あーい。先生、今日は席替えでしょ。ごめん、なんか普通のセリフなんだけどさ、アホちゃんが喋るとアホっぽいんだよな。隣怖えし。そうだな、じゃあ席決めてきたからこの通りに座ってな。席決めてくんなよ、くじ引きとかで引かせてくれや。え、お前とお前隣移動しただけじゃん、かわいそう。でもイケメンと隣になれてよかったね。じゃあ次の席替えまでそこな。キンコンカンコン。なるほど、とりあえずこの時間は席替えで終わったと。全然話したことない人だから嫌だわ。お前そんなこと言うなよ。そっちはお隣さんどう？私はいい感じよ。うん、まあこういうやりとりはあるよね。隣の人イケメンだったみたいな、この子と隣になれた、前はこれだったみたいな。やっぱ席替え楽しいからね。キン2コマごとぐらいにチャイム鳴るんだけど。ここはこうなってこうなるんだぞ、わかったか。うん、先生教え方下手だな。なそこはこうやってやるんだよ。やばい、わかんない、魔法ちゃんだからしょうがねえ。キュン。あ、このイケメンくんが勉強教えてくれてるからキュンとしちゃったのか。顔でかっ。キンコンカンコン。うん、4時間目ぐらい終わったかな、もう帰るか。お、隣のイケメンくんはもう帰っちゃったのかな。ただいま。うん、すっごいいい家。今日なんでキュンキュンしたんだろう、あんなやつ。今日はなんであんなやつにキュンキュンしたんだろう、なんで2回言ったんだよ。よし、じゃあ次の話いきましょうか。はい、あなたと私の恋物語第2話。起きなさーい。はーい、行ってきます。おはよう。あ、これ強そうな女の子じゃん、友達なんだね。おはよう。なんだお前その顔は。おはよう。なるほど、この3人が一面って感じかね。キンコンカンコン。なんでドン引きしてんの。なんでお前ドン引きしてんだよ。イケメンくんと隣で嬉しいだろ。ここがこうでこれでこうです。うん、先生相変わらずだな。ふむふむ、なるほど。キンコンカンコン。帰ろうと。一日早すぎん。1時間目で終わったの、なんか短縮授業かな。ただいま。明日も楽しみだなって、ん、なんで楽しみだななんて思ってるんだろう。これはもう完全に恋してますね。ただこの第2話、学校行って帰ってすぐ帰って終わったんだけど、よし第3話に期待しよう。こっから恋物語が進んでいくと信じてる。おはよう、行ってきます。待って、俺思ったんだけどさ、これ行ってきますのコマ使い回しじゃね。まあいいんだけどさ、あれ、バナナくんがいない。あいつバナナくんって名前だったのかよ。いつもなら私より早いのに。うん、今日はみんなに悲しいお知らせがあります。バナナくんが引っ越すことになりました。多分今頃家を出てるでしょう。嘘だろ。そんな急に引っ越すことある、バナナくん。あれ、なんで私涙。涙。あ、そっか、私あいつのことが好きだったんだ。うん、先生ごめんなさい、私
行ってきます。バナナくん待って、私ずっとバナナくんが好きだったんだ。俺もだよ、俺もずっと好きだった。よければ俺が戻ってきたら付き合ってくれ。急展開すぎてついていけねえ。はい。わあ、でもこれで引っ越し、このバナナくんが引っ越して帰ってきたら付き合おうって言ってんだけど、果たしてバナナくんがこのまま引っ越して帰ってくるのかっていう心配があるよな。3年後だいぶ経ったね、もう卒業してんじゃん。ただいま、大好きだよ。おかえり、大好きだよ。おお、すごい、3年間もお互い思い合ってたの。絶対浮気してるよ。その後2人は楽しい日々を過ごしました。その後のことは皆さんのご想像に。なるほどね、まあ想像だけしとくわ。ただね、ここで終わると思いきや、見て、第4話があるんですよ。ちょっとこれ読んでいいですか？そういえばこの主人公は中学1年生だから、3年間経つともう高校生か。じゃあこれ最終話かな、私、あなたと私の恋物語第4話。そして2人は同じ高校に入った。2人は高校でも仲良く過ごし、そのまま大人になった。ざっくりしすぎだろ、もうちょっと高校のこと教えてくれ。早く婚姻届出しに行こう。おいおい、こいつら結婚すんのかよ。二人ともちょっと老けたんじゃない？婚姻届を。受付やる気なさそうだな。でもこう見るとそんなに二人とも老けてないね。あの頃中学1年生だったけど、今大人ってことでしょ？ 20 歳超えて。でも二人ともまだ全然若造でいけるね。はい、こちらですよ。では、お幸せに。うん。やったね。これからよろしくね。好き。私もだよ。なんか腹立つ。腹立つな。でも中学1年生で告白して、で今大人になって結婚するってすげえ素敵なことだね。新婚旅行どうする？新婚旅行ね。ハワイとか？めっちゃいいじゃん。んじゃ、決まり。一週間後の朝。お、まだあんの？あ、まだある。第5話、最終話、これが本当の最終話だ。おい、みんな、最終話だぞ。あなたと私の恋物語第5話、最終話。ふぅ、やっと着いたな。せやな。急に関西弁。サーフィンしよう。おい、その格好で言うとおもろいんだけど。いいけどさ。ひゃっほっほ。お前らサーフィン舐めてるだろ。カレーパン食いながらできると思うなよ。数分後。疲れたね。うん。ねえ、バイクで散歩行こう。いいけど。涼しい。いや、ちゃんと前見てよ。涼しいのはわかるけどさ、ほんとだよ、お前バナナくん。バナナくん、お前、スパナでバイクいじってる場合じゃねえぞ。もう不利。おやすみ。はいはい、おやすみ。この後も、二人は末永く仲良く暮らしました。この続きをまたいつか出すかもです。その時は楽しみに。またねー。お、まあ、でもまだあと6コマ残ってるぞ。今回のあなたと私の恋物語の登場人物紹介。お、俺覚えてるぞ。バナナくんとアホちゃんでしょ。絶対合ってる。主人公、アホちゃん。バナナくんが大好き。おっちょこちょい。優しい。うんうんうん。すごいいい子だね。そしてバナナくん。アホちゃんの好きな人。アホちゃんを助ける時だけたくましい。頭がいい。アホちゃんが大好き。頭いいんだ、この子。バナナくんって名前のくせに。ユリカ。あ、そういえば友達いたね。アホちゃんの友達。アホちゃんと結構仲がいい。ちょうとおバカ。ちょうとおバカ。おバカそうだな、そのちょうとの言い方が。ユリカちゃん第2話ぐらいで消えた気がする。ウルフくん。おい、初めて見たぞ。アホちゃんの友達。2。
面白い。3人の中で一番頭がいい。あ、なるほどね。天使だからか。そして先生。アホちゃんとバナナくんの先生。優しい、人気者、面白い。適当かよ。最後さ、一番最後のコマだからって適当にすんなよ。はい、というわけで、アホちゃんさんのエピソード、あなたと私の恋物語、第5話まで読んでいきました。よければね、皆さんもアホちゃんさんのエピソード、ぜひ次回作、出ると私信じてますので、よければね、このお気に入り作家に登録とかしていただけたらなと思います。そして私のチャンネルの登録もよければしていただけると嬉しいです。グッドボタンもぜひ。さようなら。